平野翔さん、シ尊ンさんなど、人気男性タレントが続々と化粧品の広告等に抜擢されていますね。ジェンダーレス時代到来、美容は女性だけのものではない。平野翔、シ尊ウ、が口紅のアンバサダーに、美容業界の広告等が男性タレントにシフトするわけ。美容業界の広告に異変が起きている。イブ・サン・ローランにナンバーアンダーラインアイの平野翔、27ナーズの口紅のアンバサダーにシ尊ン 29が就任今春の美女が活躍していた広告の第一線が男性に変わっているのだ。竹内涼真の妹と平野翔の弟って需要ある。話題だけで消えたあの兄弟は今。また先月28日に行われた「スキックファースト東京」発表会では、Z 世代の男性向けシェーバーが発売になり、ビューティーアンバサダーとしてボーイズグループ INI、INI が登場。 INI になってメイクだけじゃなくてベースが大切だと痛感して、肌の管理を大切にしています。高塚弘夢25、メイクの機会が多いので、美容は仕事のスイッチになっています。藤巻京介25とコメントするなど男性が、美容を連呼。男臭さの象徴のような髭剃りも美容の一環に変わりつつある。そんな美容関連の広告起用に男性が増えているのには、様々な理由があるという。 男性タレントを起用すると、男女両方、さらに LGBTQ の方も買ってくれます。特に Z 世代の男性は、スキンケアもメイクも常識の新たな市場なのでメーカーとしては獲得したいところ。さらに女性ファンの推し活、購入も見込める。また、女性の思考が細分化している中、一人の女性をモデルにしてしまうと共感しない女性も出てしまい、むしろ男性モデルの方が取りこぼしが少ない広告代理店。 さらに、日々メイクで七変化している女性と異なり、男性の方がメイク映えするので目を奪われる、という効果もあります。ヘアメイクという声も。美容は女性だけのものという考えは当に時代遅れのようだ。美容業界における広告のあり方が大きく変わりつつある。従来の美しさの象徴として活躍していた女性タレントに変わり、最近では男性タレントたちがその座につくケースが増加している。例えば、 イブ・サン・ローランではナンバー・アンダーライン・アイの平野賞がアンバサダーに選ばれ、ナーズでは子孫淳が口紅の顔として登場した。これまでの常識を覆すようなこの変化は、単なるトレンドではなく、現代の社会の価値観や消費者の意識変化を反映している。Z 世代をはじめとする若い世代の間では、性別の枠を超えた美意識が定着しつつあり、スキンケアやメイクはもはや女性だけのものではなくなった。近年、 多くの男性が日常的にスキンケアを行い、化粧を楽しむようになっている。この現象は、社会的なジェンダーの枠を超えた自己表現の一環として捉えられ、利用はすべての人々が持つ権利であり、楽しむべきものであるという考えが浸透しているからだ。このような動きに合わせて、企業もまた広告戦略を見直し、幅広い層にアプローチできる新たな方法を模索しているのである。広告代理店によると、 男性タレントの起用は単に男性消費者をターゲットにするだけではなく、女性や LGBTQ コミュニティの支持を得るための効果的な手段でもあるという。特に、Z 世代の男性はスキンケアやメイクに積極的であり、これまでの男性らしさという概念から解放されているため、化粧品市場における重要な進興ターゲットとなっている。彼らは美意識を持つことで自己表現を行い、 個性を尊重するライフスタイルを重視しているため、ブランドとしてはこの層を逃す手はない。さらに、男性タレントの起用は、女性ファンによる、推し活にも直結する。推しのタレントが使用しているアイテムを購入することで、ファンたちは自分の応援を具現化し、共感やつながりを感じることができる。この推し活消費は、企業にとっても大きな売上増加のチャンスであり、 女性モデルに頼らずとも広範な層にリーチできる方法となっている。また、女性の思考が多様化し細分化している現代において、特定の女性モデルを広告に起用することは必ずしも全ての女性に共感を得られるわけではない。一方で、男性モデルの起用は性別を超えた普遍的な魅力を持ち、より広い層へのアプローチが可能だと考えられている。さらに、日々メイクで多様な表情を見せる女性に対し、 メイクが特別なものとなる男性タレントは、その変化がより鮮明に映るため、広告としてのインパクトも強い。広告における、目を奪う効果は非常に重要であり、男性タレントが持つ新鮮さや意外性は、視聴者に強い印象を残すことができるのだ。このような背景には、美容がもはや女性だけのものではないという社会的認識の変化がある。これまで、美という概念は女性に限定されることが多かったが、 現在では多様な性別やバックグラウンドを持つ人々が自分自身を磨く手段として美容を取り入れている。この流れは、社会のジェンダーニュートラル化の進展とも密接に関連している。美容における性別の枠組みは徐々に薄れ、すべての人が美しさを追求することが当たり前の時代となっているのだ。例えば、スキクのような男性向けシェーバーでさえ、今では単なるヒゲ剃りのツールではなく、 スキンケアや美容の一環として位置づけられている。先日のスキクファースト東京発表会では、ボーイズグループ INI がビューティーアンバサダーとして登場し、メイクの重要性や肌のケアについて語った。彼らの発言は、男性が美容を楽しむ姿勢を見事に反映しており、美容が男性にとっても日常の一部であることを強調している。このようなイベントを通じて、 男性たちがメイクやスキンケアに対する抵抗感をなくし、より積極的に自分の外見に関与するようになる流れが加速している。また、メイクやスキンケアが単に、美しく見せるための手段ではなく、心のスイッチを入れる役割を果たすことも注目されている。藤巻京介が、メイクの機会が多いので、利用は仕事のスイッチになっていますと語るように、利用行為が自分自身を鼓舞し、 日々ののパフォーマンスを支えるる要素となっているのだこれは、見た目だけでなく内面的な自信を育む手段としての美容の役割を再確認させるものであり、現代の若者たちの新しい価値観を象徴しているといえるだろう。こうした流れは、美容業界のマーケティング戦略にも大きな影響を与えている。企業はこれまでの、女性向け、男性向けという二項対立の枠を超え、すべての人々が自分自身を磨き、 表現することををサポートするる商品展開を進めているこれは単に商品の多様化にとどまらず、広告やプロモーションにおける表現の幅を広げ、性別や年齢を問わず共感を呼ぶメッセージを発信することにつながっている。例えば、男性がメイクをすることで、弱さや女性らしさを感じるという旧来のステレオタイプは次第に消えつつあり、むしろメイクをすることが強さや、 自己表現の一環として肯定的に受け入れられるようになっている。このような価値観の変化は、ゼート世代を中心とする若年層の間で特に顕著であり、彼らは既存の枠に縛られない自由な美意識を持っている。従って、企業はこの自由な美意識を尊重し、それに応える形での広告展開を行うことが求められている。また、男性タレントの起用がもたらすもう一つの効果として、視聴者の 新鮮さへの期待がある多くの広告が女性モデルを採用している中で、男性タレントの存在は一種のサプライズとして目に留まりやすく、結果として商品やブランドへの関心を高めることに寄与する。広告の主役が女性から男性へとシフトすることで、新たな視点やストーリーが生まれ、消費者にとっての新鮮な体験を提供できるのだ。こうして、美容業界は性別の境界を超えて進化し続けている。 美容はもはや女性だけのものではなく、すべての人が自分を表現し、磨き上げるためのツールであるという認識が広がっている。この変化は、単なる一時的な流行ではなく、社会全体の価値観のシフトを反映している。そして、私たち一人一人が持つ美への欲求と自己表現の自由が、これからも新たな形で美容業界をけん引していくことだろう。